未来の方、新たなる地球世紀へ、大川隆法。第一章、成功学入門。二、嫉妬への対処法。成功の過程で、ライバルや敵の出現は避けられない。成功を目指している人は、頭角を現していくにつれ、次第に目立ってくるので、当然、他の人から嫉妬を受けるようになります。そのため、ライバルや敵の出現は避けられません。自分にはライバルも敵も全く出てこなかったという人の場合、成功していないと断定してよいでしょう。もしかしたら成功者の中にもそういう人がいるかもしれませんが、おそらくその人は神経が切れていて何も感じない人であるか、忘却する速度が異常に速く、物事をケロッと忘れてしまう人だろうと思います。そういう人以外で、ライバルも敵も全く出てこなかったが、大きな成功をしたという人がいたら、その人を嘘つきであると断定して、ほぼ間違いありません。成功する限り、必ず嫉妬されるものです。その意味で、成功の過程とは、嫉妬の刃、嫉妬の銃弾をかいくぐって前進していくことでもあるのです。しかし、嫉妬されて嬉しく感じる人はいません。前述した主観的な自己で言えば、ただでさえ惨めな自己像を持っていたり、不安だったり、劣等感を持っていたりするのに、さらに他人からやっかまれたり、嫉妬されたり、悪口を言われたり、抽象されたり、足を引っ張られたりしたら、もっと不幸感が強くなります。自分はこんなにうまくいっていないのに、さらに悪口も言われるとは、なんてひどい人生なのだろう、と思ってしまいます。このように、公正で客観的な自己像というものは、なかなか持ちにくいのです。ライバルは自分の姿を映し出す鏡でもある。特にライバルや敵が現れてきた時には、厳しい局面が必ず出てきます。ライバルや敵に当たるものは、早ければ10代で出てくるでしょう。それは10代で人それぞれの才能が出てくるからです。例えば、陸上選手には、陸上選手のライバルや敵が現れます。また、ピアノを弾くのが上手い人にも、絵を描くのが上手い人にも、水泳の選手にも、勉強ができる人にも、英語ができる人にも、英会話が上手い人にも、スピーチが上手い人にも、何であれ、才能が出てくるときには、ライバルや敵が現れてきます。この時の身の処し方には、非常に難しいものがあります。ただ、振り返って考えてみると、学生時代、あるいは職業についてからもそうですが、ライバルや敵と目される人の目は、意外に正確であり、恐るべきものです。つまり、あなたの敵として現れた人以上に、あなたの才能を正確に判定している人はいないのです。自分の味方や友達の判定には、まだ甘いところがありますが、明確な敵として現れた人の方が、あなたのことをよく知っています。あなたの現在の才能や能力のみならず、将来どのようになりそうかということまでよくわかっています。そのため、あなたのライバルは、将来この人は大物になりそうだ
この道で成功しそうだ、すごいレベルまで行くのではないか、などと思えば思うほど、あなたを攻撃してくるわけです。そういう予知能力が働くのです。例えば、モーツァルトの生涯を描いた映画には、モーツァルトのライバルとして、サリエリという音楽家が登場していました。そういうモーツァルトの敵のような人ほど、モーツァルトの才能をよく知っているため、これほどまでに彼は神から愛されているのかと感じ、嫉妬の思いが止まらなくなったのです。そのようにライバルや敵ほどあなたのことをよく知っているものです。したがって自分の前にライバルあるいは敵と目される人が現れてきた時には、他人としての客観的な目で相手をよく観察し、その人の能力や人格、将来性等を判定してみてください。その上で、もしあなたから見て、この人には能力も才能も人気もあると思うような人からライバル視されたり、嫉妬されたりしているのであれば、あなたは自分が思っている以上の才能や能力を持っている可能性が高いのです。どのような人が自分の敵として現れてきているかということを見れば、自分のことがよくわかります。そのライバルは鏡のようにあなた自身の姿を正確に映し出しているのです。要するに、あなたは今、そのライバルが激しく嫉妬し、競合する気持ちを持つような段階にいるわけです。一方、相手との距離が離れすぎた場合、すなわち、あなたがその人よりもあまりにも劣っている場合や、その人をはるかに通り越した場合には、もはやライバル関係にはなりません。つまり、あなたはライバルの姿を通して、鏡に映った自分の姿を見ているのです。逆に言えば、自分がライバル心や競争心を感じる相手の場合には、自分の中に何か反応が現れるわけです。すなわち、どのような人をライバルと感じるかによって、自分がどのような人間であるかがわかるという面もあるのです。もちろん、ライバルや敵の攻撃をあまり深刻に受け止めすぎてはいけません。前述したように、相手はあなたの長所も短所も実によく見て、正確に判定しているため、その意味で、ライバルなどの攻撃が自分を知る手がかりになることはあります。しかし、ライバルなどとして現れてくる相手は、あなたの体制を喜んでいるわけではなく、できれば成功を妨げたいと考えているので、向こうが望んでいる主観的な事情に迎合してはいけないのです。あなたはあなたの道を行かなければなりません。その時に大事なのは、ライバルや敵との競争に勝利することをもって、自分の人生の成功だと考えすぎないことです。私は自分としての理想実現を目指しているというような我が道を行く気持ちを持っていることが大事です。また、ライバルとして現れた人に対しても、その人の能力や長所、短所について、できるだけ公正な気持ちで、公平無視な立場から見ようとする努力をした方が良いと思います。敵の中にも長所や才能を認め、学ぶべきものがあれば学ぶという気持ちを
持っていることが、あなたを大きく成長させることにきっと役立つでしょう。そういう気持ちを持たなければいけません。批判する側には甘えもある。さらに政治家や経営者、タレント、その他の有名人等として大きな成功を収めると、週刊誌やテレビ、新聞等で批判されるようになってきます。ただこれも同じで、批判されているということは成功している証拠でもあるのです。その時に大事なことは、自分に対する100の批判があれば、その中には当然当たっている批判もいくつかあるので、認めるべき批判については認め、自分を改善するために役立てた方が良いということです。そして全く当たっていない批判については、できるだけ受け流しつつも、それが単なる批判の域を超えて、根も葉もない誹謗中傷にまで踏み込んできた場合には、断固として反論する姿勢も必要でしょう。ただ、そのような批判の中には、大抵の場合、甘えがあります。すなわち、批判する側の甘えというものもあるのです。例えば、総理大臣になると、毎日のように悪口を言われるわけですが、批判する側には、最高権力者なのだから、このくらいのことを言われても当然だろうという気持ちがあります。そういう一種の甘えがあるのです。それから批判している内容が 100% 当たっているものでなくても構わないとも思っています。それだけの権力者なのだから、民衆の嫉妬心からすれば、少しぐらい石をぶつけられたり、弾が当たったりしても仕方がないし、多少批判が間違っていても仕方がないだろうという気持ちがあるのです。批判の中には当たっているものもありますが、そういう甘えの部分もあることを汲み取る必要があります。批判している側は、その相手に対して、このくらいの悪口を言われてもぐらつかないような人物であってほしいという気持ちも持っているので、相手があまりにも簡単に傷つくようだと少しがっかりしてしまうわけです。しかし彼らはある程度の批判に耐えられるぐらいの人であってほしいと思っている反面、弾を当てて撃ち落とせるものなら撃ち落としたいという気持ちを持っていることも事実です。それはマスコミ的な性質ではありますが、一般の会社でもライバル会社の人たちはおそらく似たような気持ちを持っているでしょう。またライバル会社の人たちではなくても成功の軌道に乗っていない人たちは成功者に対して似たような感情を持っているでしょう。そのように世間の感情を読むということも大事かもしれません。